くお願いします。あ、もう、としこ姉さん帰りあって、ね、あれ、あ、さっきびっくりして帰ったから。もう絶好調だね。今日本当にあの用事があるのに、あのその用事の合間を見て来てくださった人とか、あの本当にもう駆けつけていただいてありがとうございます。最後25分ももうなくなってしまうんだけど、3時には光が終わりますんでね、もうあと20数分のご辛抱です。はい、勉強が好きでね、私ね、基礎が1年で、大学に行かれたところに2年かけて、予備校一生懸命通って、そのちょうど予備校の時にね、友達が、になってくれた人がいて、で予備校で勉強してる時にいろいろ彼に、詩を書いてもらって、僕は曲を作って、何してんねんって言うで、何曲かね、そこの予備校の歌、今日時間があったら歌えたかったけど、ちょっとそれは割愛しますね。予備校の歌とかね、いろいろと。ところが大学に入って、お互いね、違う大学、もう彼はもう優秀な大学で、私は二流の大学に入ってね、でそれからちょっと音信不通になってしまう。ところがやっぱりこの、今の SNN の SNN じゃない SNS のね、ご尽力により、再びつながることができましてね、本当にザッカーバーグに感謝なんですけど、ね、悪いやっちゃね、あいつはでね、今回ね、60歳同じ年なんでね、60歳になった男の歌を、詩を書いて、久しぶりに書いてないって言うたら、書いてくれました。それをね、見ましたんで聴いてください。人生一回転、何も変わりはしないのに、今日から僕はおじいさん。少々二人でよれてても、僕の人生まだ半分。何も変わりはしないのに、明日から僕は用なしか。誰が決めたか、僕の周りを一回転、髪の毛薄くなったから、今日から僕はおじいさん。少々動きが鈍くても、僕の人生まだ半分。変わってるのは周りだけ、明日も変わらず輝くぜ。誰が決めたか、60年、僕はまだまだ。60年、まだまだ明日も夢もある。誰が決めたか、60年、僕はこれから。60年、まだまだ明日も夢もある。はい、どうもありがとうございます。60歳になった記念に歌詞を書いて、
このメールで送ってくれたんですよ、歌詞をね。ところが題名書いてへんから、いまだにこれ題名ないねんけど、まあ後でまず今日はあの来て、くれてますので、後でまた題名聞いてから、正式に題名をね、つけたいと思います。素晴らしい詩を作って、ありがとうございます。ですね、ちょっと最後立ってやろうかなと思ったんですけど、ちょっと2曲だけね座って、あと1曲だけ座ってやらせてもらって、やっぱこういう音楽仲間はね、やっぱりすごく嬉しいっていうか、一線をね退いて、で仕事ももちろんまあ引き継いで一生懸命頑張らなあかんんですけど、やっぱり趣味をね、もう一生懸命やっていく。でそういう中でいろんなね、グループとか、ひょんなことから知り合ったりとかね、するんですけど、最近は私がちょくちょく行かせていただいたブセにですね、アグラっていうねライブバーがありまして、そこにほんの1ヶ月ぐらいですよ、この1ヶ月ぐらいなんですけど、行かせていただいて、すごく店の雰囲気もいいし、何しろもマスターの人柄もすごくもういいっていうか、もうその人柄に惹かれて、もうこの人にもう一生ついていこうと、私ももう余生をこの人に捧げようというね、いっぺん皆さん来てください。布施のね、ほんまに駅からすぐですわ、あぐらっていうね、駅の北側にあるんですけど、また案内しますけどね、そこのねマスターがまたかっこいい歌を作るんですよ。それをもう一番最初にその店に行った時に、カモンタツオの人に顔よく似てる。何言うてんの、あんた。でね、時間あれへんねん。そのマスターがね、もうシンさんって言うんですけど、かっこいい歌って、それをね、ちょっと歌わせてほしいということで、先週も練習にね、そのお店まで行って練習されてます。うまいこと歌えるかどうか心配なんですけど、聞いてくださいね。もう時間ね。その人ね、歌をね、一番最初に聞かせてもらった時に、もうしっかりもうボイスレコードで撮りましてね、でもう自分なりにもしっかりコピーして。ね、曲だけのコピーやったらあれやからね、その前説ですか、その前説までしっかりコピーして、その辺もちゃんとチェックしててもらって、それではね、ライフっていう曲なんですけど、みんなが好きなライフ、人生、生きる、命、スーパー、いろんな意味があるライフなんですよ。スーパー、そうそう、スーパー、ここでドッと組んで、ここでドッと組んで、で僕はね、岸和田、そもそも岸和田、僕はね、重曹でずっと育ってる、重曹にあんまりライフないんですけどね、今ね、東大阪が来たこのライフの多いこと、全部一緒に、今始まって、そう、キュー、それもこう。何をすればいいんだろう、どこへ行けばいいんだろう、そんなことを繰り返し考えてみても、一緒に過ごしても一人酒場の片隅で何もしないで酔いつぶれても、また明日は来る、いつもの朝は来る、誰を信じていいんだろう、何を信じて行けばいい、そんなことはわからねえ、誰かに尋ね
語りたい。黙ってきたんやとか、何言わへんとか、黙ってるんや。時間ないで。はい。そうそうそう、よう似てるわ。よう似てるわ。本当本当。ちょっと横山やすしに向いてる。横山やすし。ね。忘れてるぜ。
家降りよ。ギター忘れてる。ええギターやな。36回ぐらい。14歳の時にね、あの友達が大好きな友達が歌詞を書いてくれて、で私が曲を作る曲があります。で長い間ちょっとあの 歌ってなかったんですけど、最近あのよく歌うようになりまして、これハーモニカいらんかったはい、寝たかった、何もっちかあれこの歌はもう最近ね、あのよく歌うで、歌うたびにね、あの14歳の自分に戻れるっていうかね、間違いなく14歳 の俺はそこにおったんやなっていうことを実感できる、あのそういう曲です。俺たちの参加で、
はい、ありがとうございます。俺たちの参加という曲でした。はい、名残惜しゅうございますけれども、ね、まあ、ごめんなさいね、まだまだ多分聞いていたいと思いますけど、誰もんなこと思って、ごめん、ああ、ちょっと3時、ちょっともあるかもしれない。今日本当にありがとうございました。ただ大西が60歳に、なっただけの話なのでこんなに大勢の先ほど増えてますか4900人ぐらいに増えてます大勢の方々にこの京都沖山市からお集まりいただきましてありがとうございます。ここのお店、時々ね、素人 の, そのライブで出させていただいて、皆さんもねここの雰囲気、ごっといいでしょ。僕ここ、スーさんやソーちゃん の, あのライブを初めてここで見させてもらったときに、ごっつええ雰囲気やなと思って、ここのステージで、このステージで、歌を歌えたら、一曲でもええから歌を歌えたらええのやなと思って、で、2年前ぐらいですかね、初めてその歌わせてもらって、で、ぜひとももう60年の時はここでやらせてもらおうと思って、ね、決めてました。どうもありがとうございます。来年もやって。来年もほんだから、来年また還暦プラスなんで。で、好きにさせる、ありがとうございます。ちょっと業務連絡なんですけど、今日ここでやらせていただきまして本当にありがとうございます。ところがね、こう結構かかってるんですよでね、いやいや、あれですよ、僕は好きで、別にこれ誰にやったらええやんとか金出したるからやったらやったるわって言ってくれる人が別におれへんかったから、自分でやってるからまあまあいいんですけどね、いいんだけど、ちょっとここ借りるの結構かかったまんねやんかでね、いやいいんですよ、いいねんけども、僕今月からシニア契約者に、よくこういうライブでは投げ銭投げ銭ってよく言いますやんかね、入場無料やけど投げ銭や、ちょ、僕投げ銭っていう言葉嫌いで、投げ銭っていう言葉嫌いでね、お金はやっぱり投げたらあかんやっぱり投げたらあかん、お金はね、で投げ銭の銭がちょっと気に入らん、銭よりもやっぱりお札、あ、そうそうそう投げ札、投げ札、お札、札、そんなに入れんの、ちょっとかぶってほしい、かぶってみんなかぶってやと闇営業ですか闇営業いやいや、別に今日はね、闇の方からの手は別にありませんので、すいません、本当に最後一曲歌わせてもらいますねこの曲によってちょっとわかりました、わかりました、内容によって、はい、わかりました、一生懸命歌います、ごめんな、ちょっと3人もあるけどな早やらんと電源切らない、はい、はい、わかりました電源切らない電源切らんといてないもう最後だ、追加料金、追加料金、そうやみんなの飲み代行っちゃダメもう OK、 もう OK、 もう OK、 いいやんな、分かんまへん、どんな歌って、はい、歌はい、本当に今日はありがとうございます、こういうわがまま今日本当にもう還暦ぐらい好きにさせていただきました、もう何の思い残すことはございません、明日からまた気持ちよく会社でまだおんのかって言われながら一生懸命働けるだけの勇気を今日はいただきました、本当に今日もありがとうございました。最後、花道、この花道のね、曲の説明じゃなくて同窓会とかでね、古い友達とよう会うんですよ、ほんだらね、友達といつも会ってその飲むたんびにね、なんかその俺はこいつらよりもちょっと遅れてるなとかね、
こいつだいぶ出世しそうな男出世しそうにねんなとかね、家庭は円満やねんなよなとかね、嫁さんと仲いいねんとか、いつもね同窓会は同窓会で楽しいねんけど、同窓会終わっていつもなんかちょっとなんか寂しいブルーな気分でいつも帰ってくるんだ。でもねそれやったらあかんと、そうやないねんでっていうね、自分で自分を慰める曲をこの機会に作りましたんでね、まず聞いてください。ちょっと30分回っちゃいましたけど、それでは花道って今日本当にありがとうございました。
く俺の道に、今の今まで見たことのない穴が溢れていた。人が羨む人生じゃないけれど、人に恥じないような、それが俺の歩いてきた道。お金かぶる、お金かぶる、お金。ありがとうございます。その探しです。はい。はい、追加料金は少なめにね。なら一曲だけ歌わせていただきます。よし。本当はね、もっと歌わなあかん。リクエストをいただいてましてね、じゃあね、ビギンのね、曲を歌えっていうリクエストをいただいて、練習したんですよ、一生懸命練習してんけどね、ちょっとごめんなさい、次回、焼肉のあんで、ぜひ歌いますので、はい、ごめんなさい、今日はちょっと、1曲だけね、去年、この曲のまた説明しなかったのね、前振り長い。去年の毎年8月のね、終戦記念日に、心斎橋 の、 商業施設で、イラストレーターの黒田清太郎さんと、木村敦樹さんの、ライブジョイ、イベントされる、ライブペイントっていうのかな、木村敦樹さんがギター弾き語りしながら、その横で、黒田清太郎さんがイラストを描いてでっていうイベントが毎年ある、終戦記念で、去年も私行ってました。そう行ったら、去年ちょっと黒瀬平太郎さんのちょっと具合がちょっと変やなと思ってね、でまあ MC 聞いてたら病院から駆けつけたとしてね、どういうことかっていうと、ちょっと体に変なものが直前に見つかって、でそれどうしますか、80歳なんです、黒瀬平太郎さんね、ご高齢なんですけど、どうしますかってお医者さんに聞かれて、いやもう切ってください、で大出されて、でもう去年はもうそういうイベントはなしにするかっていう話だったらしいんですけども、来られて、でその黒田清太郎さんがその病室でベッドの中で一編の歌詞を作ってこられてね、でそれをその時去年の8月に持ってこられて、木村お前にこれプレゼントするよと、ご披露していただいた歌詞を、で、その木村敦樹は浴衣のね、ボーカルの、
でその木村敦さんにプレゼントする、プレゼントするよっていうことはどういうことかっていうと、お前しっかりこの詩に曲をつけろよということでプレゼントされ、でそれをね私ねひょっとしてとピンときてね、すぐにねその歌詞を朗読されるときにあのボイスレコーダーでねこっそり撮ってたんですよ。隠し撮り。ほんでね、木村敦さん今現在あもうかれこれ10ヶ月1年経つんですけど、曲つけられたかどうかわかんないんですけど、先に俺が曲つけたらやつがあるちょっと待って違いますか。いやいや別にあのそれでお金儲けするわけじゃないから飽きませんという曲をね、今日は最後にね、いやもうこんな時間やからほんまかした曲ですんでね、あの病室で作られた、題名が生きててよかったほんまやでというね、作詞黒田清太郎、作曲大西光太でお届けしたいと思います。地べたに生えてる草かって俺におはようと言うてるね、横丁曲がれ待ってるよ、今日ワクワクすることが